はい、こんにちは。花のワールドカップチャンピオン、村松文彦のフラワーレッスン。リクエストまたいただきました。ありがとうございます。茶系の花束を作ってほしい。なかなか茶系っていうのはね、少ないと思うんですよね。ですから、それからもう一つね、リクエストいただいて、ハーブを使った、そういうような花束いか、どうですかっていうことで、それをミックスさせました。それで、今回は、これ、茶系って言ってもですね、ちょっとこれ、ラテっていうあれで、実はねこれね、こんな色のバラ、これ白というよりもちょっとクリームっぽいバラなんですけど、それに色を染めてあります。これ輸入です。それからあとアンダーダブルバーノン、このね、トルコキキョウ、それからヒペリカムのこのピンクですね。それからあとこのノリウツギ、これノリウツギもちょっとね、茶色いスプレーをちょっとしました。ゴールドのスプレーをね。それでこういう感じ。それからあと、こういうようなあれですね、銀葉グミ、グミの葉ですね。それからあとこういうようにしたハーブ系列ね、これなんか T ツリー、これが T ツリーですね。それからこれが、ウエストリディア。それからこれがヘリクリスタム、これを入れて、ちょっとしたいと思います。まずプリパレーションで準備をベストで、これをこういうにして取ります。こういうにして葉っぱをですね、やはりバンディングポイントよりちょっとこう、まあできればどこへ行くかわからないですから、こういうにして半分以上取っておくといいですね。花束は全てね、何回もやってますけど、こういうにして、これヘリクリスタムをこのような形で取ります。それからあと枝、これもですね、こういう枝ね、これもね、ウエストディニア、ウエストリンギア、ごめんなさい。それをこういうにして、バンディングポイントより下をこうきれいにします。半分以上やった方がいいですね、こういうにしてね。で、こういうのの、分かれていても、こう半分以上こう取っちゃいます、こういうにしてね。こういう準備、これもそうです。はい。それからこれね、銀葉グミ、グミのね、ちょっと銀の色をしたようなグミですね。グミの葉をこういうにして取っていきます。葉っぱをね。さあ、こんな感じで、で、中心はやっぱりこのね、ラテのバラを、ちょっと面白い、ね、バラを入れ込みながら生けていきます。それからこれ、トルコのこの、ね、アンダーダブルバロン、これもちょっとこう取っていきます。もう枝をこういうにして全部一本一本にした方がいいと思いますね、今のようにして。さあ、これで生けていきます。あ、それから、これも葉っぱ取らなきゃいけないですね。もう全部この葉っぱを取っちゃいます。もうこう染めてあるっていうか、スプレーしたのかな、これ輸入のやつね、茶色い。ちょっと変わってるから、ちょっとおしゃれかもしれないです。で、こういうものにまた、この、なんていうんですか、グミとか、こういうシルバー系の花がとても合うと思いますので、これも、ヘリクリサムなんかをこういうにして入れ込みながら、こうヘリクリサムがちょっとまとめて入れてもいいですね、こういうにしてね。それからこのもうこういうにして入れ込みながら、こういうのはね、枝はこういうにしてそのまま入れ込みながら、それからこれに入れ込んでいきます。ちょっと茶系の花束ってね、なかなか茶系の花束っていうのはちょっとないと思いますけど、で、テクニックはスパイラルというテクニックを使ってますね。こうにして。で、何でしょう、このシルバーっていうのがなんか味噌ですね。こういう茶色に対しては。で、もしかしたらこの中にこう入れ込んでいく。このアンダーもダブルバラも綺麗ですよね。それからこのノリウツギもね、今時期ちょうどもう終わりぐらいですけど、こういうのもいいと思います。こうして。ヒペリカム。こうして。
で、ヒビエリカもこの中にもちょっと入れたいですね。で、こう入れるときもこうにしてやったら、ね、鎖、あの、このスパイラルのテクニックをちゃんと活かして、活かしていくね。で、この、あの、いつも言いますけど、バラのこの花の向き、これをこう考えていくんですね。こうにして。で、向きを丸くこうにしていきます。ヘリクジさんなんかもこうにして、まとめてやれば楽ですね。こうにして、まとめてこうにして。ね、こういうヘリクジさん。これ、あの、日野洋蘭さんだと思うんですけどね。すごくいい、こういうのが出てますね。昔、日野洋蘭さんと一緒に、あ、見てるかな、聞いてるかなって言ったら怒られるけど、日野洋蘭の昔の社長と柴田さんとよく、あの、グアムを一緒にやったりね、やりました。ちょっといい思い出ですね。グアムで、あの、ウェディングを、グアムウェディングをやったんですよね。で、こうにして入ってきます。で、こうやってやるとどうですか？茶色い系列に、こういうようなミント系とか、ハーブ系の花をこう入れ込んでくると綺麗ですよね。それからこういうものもこう中にこうこの糊移りの中にこう入れてこうにして、これも糊移りが大きいですから、この間の中にこううまく入れ込めば、ごめんなさい、これつもりじゃなくて、このトルコキキョンの今入れようとしたらトルコキキョンになってこういう感じね。それからこのトルコもこっちに入れていきましょう。こうにして。ね、こうにして。で、このヒペリカもこのような形で入れ込んでいく。すべてテクニックはスパイラルというテクニックを使ってくださいね。で、こうやって入れるときも必ず同じ方に入ってきます。こうにして。はい。で、のり、これ、あれですね、グミの葉を。こうにして入れ込んでいきます。で、できればグリたくさんありますので、グミの花をこうにして中心の外側に向かってこうやっていくといいですね。それからこれも、ね、少しこう入れ込みながら、で、もしかしたらこういうのね、ちょっとこう切ってもいいと思いますね。こう伸びるようだったら、ね、こういう感じいかがでしょうか。こうこんな感じ、茶色いね。で、リクエストで答えられたかな、茶色のとね。それでハーブを使う、サーブが最近あのご自宅にもあるから、ハーブを使った花束なんて言ったの。こうやってハーブもちょっとこういうようなものに入れ込んでデザインすると綺麗だと思いますね。こうにして、どうですか、こうね、寝て言うのは失礼ですけど、必ずこのバンディングポイント、バンディングポイントってここですから、ここから下は全部こう取っちゃうんですね。これ今ね50本以上入ってると思います。もっと入ってるかもしれないね、数えたことないけど、後から数えましょうか。こんないっぱい入ってます。こうして、さあこうやってハーブ、そしていろんなものをこう入れ込みながら、こうしてできてきました。ちょっと綺麗にしますね。さあどうでしょうか、こういう感じ、ね、茶色いって。本当にね、こういうような輸入のバラが最近出てますね、ですからこういう輸入のバラをうまく使って、もちろん日本でもあのバラを青く染めたり、いろんな色で染めたりしてますけど、これ使いません。もうはい、ちょっといきます。ね、こういうような感じで出来上がりました。いかがでしょうか、こういうふうにして。ね。それであと、形をちょっと整えていただいて、ね。こういうふうにして。さあ、こんな感じ。いかがでしょうか。ね。これ。それでね、これ今、ぴょんと出てますよね。これが、ちょっと待って、こういうふうにして、あとこれですね。こういうふうにして、しっかり入れると。それから、いつも言いますように、このバンディングポイントにしっかりこの紐をやるということね。
麻ひもです。麻ひもをこうバンディングポイントにグッと、グッグッ。あまり強くやっちゃうとね、あれですけど、こういうふうにして、締めて、しっかりと止めると。さあ、これで出来上がりです。で、いつも言いますように、切り方は、ね、いつもこういうふうにしたら、こういうまっすぐのところを利用して切ればいいですよね。慣れてくればいいんですけど、慣れない時はそういうようなまっすぐなやつを切ってください。これで、すべての枝が、いつも言いますけど、すべての枝が、下につくように、ね、やっていただくといいですね、こういうふうに。さあ、こんな感じ。はい、出来上がりました。いかがでしょうか。こうやって、こうやって置いたときに、できればこうやってちょっとこう、ね、下を止めればいかがでしょうか。ね、茶色い色。茶色っていうのはなかなか難しいですけど、茶色い色での、花束を、アレンジメント。これ同じような感じですけど、こうやって、それでできれば、この茶色の中にこういうようなアンダーダブルマロンとか、そういうようなトルコフキョウと、それから、こういうような、ハーブ系の色、そういうのを入れることによってすごくおしゃれになる。今日はの今回はのり薄着もちょっと大きめのを入れましたけど、こんなデザインは面白いと思いますね。皆さんのリクエストお待ちしてます。それから リクエストちょっとごめんなさい、邪魔ですね。はい、ね、これ見ていただいてね、QR コードまたはYouTube の概要欄、じゃなくて今度YouTube の概要欄じゃなくて何だかお知らせだっけかな、そこにクリックしていただくと、いきますので、アクセスしていただくと嬉しいと思います。じゃあありがとうございます。リクエストお待ちしてます。